ゆうじろうチャンネル、今日のお題は最短で成功したければ手張りを極めろ。はい、あのわしがバーンって言った後のなんかこう合いの手かなんか入れよ俺最近ほんま仕事せんの練習なんでですか、ま、いや見ててあそこの間って難しいなって思って、あっこでなんかわーよーとかなんか入れよ。いやなんかあの間をゆうじろうさんの好きな間かなと思ったから、うん、違う、あっこが一番しんどいんよバーン言った後がものすごいしんどいんそこでなんかバーン拾ってくれりゃやのにから何にもせんけ、こいつあんな仕事せんのみたいに見てて、あそこ私はなんか喋ってもなんかちょっとこう逆に食い気味みたいになっちゃうから、あこれあっこは食い気味に来て、あ本当ですか、それが理想です。 でもわしがたまにこうこの余韻を楽しんでる時に入ってきたらうざい分からん、もう一回やってみます。じゃあまあめんどくさいはい、ということで今日はこのテーマでいってみたいと思います、はい、行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、伊達かな子です。はい、今日はね、最短で成功するためには手張りを極めろって言ったんだけども、はい、これね、なんで今日こんなテーマになったかやったら、まあ、わしがなんかちょいよこのね、YouTube の中でも手張りって言うらしいね。で、伊達先生から、うん、あの手張りって何ですみたいな話があって、はい、いや、手張りって何じゃ思ったんやって言ったら、なんとねケーキ屋でしょってみたいなシュワリっていうなんかケーキ屋なんかありそうですよね。いやいや、あれをカタカナとかあのねアルファベットぐらいに思ったわけ。そうカタカナシュワリなんちゃらかんちゃらシュワリみたいな、メロンドシュワリみたいなケーキ屋みたいな。もうね、もうねこの YouTube を大方456やろ、3ヶ月撮ってきて、うん、まあ2回か3回は出てきてるよですよねみたいな話しとるのにから、いやほんまお前の才能にびっくりするよいや今年な、シュハリという言葉をまあよく使っとるけど、まあみんな知っとるという体で喋っとったけ、うん、え、シュハリって有名な言葉ですか。有名かどうかわからない。シュハリっていうのはね、シュハリのシュっていうのはこういう字ね、うん、みんな書けるのかな。シュハリのシュはこれドン、守る、ね、守る。シュハリの歯は、はい、これね、破るっていう字ね、うん、守って破っ て、じゃんけんぽんよ、ね、あーそっちか、リシュハリのリっていうのはこれね、離れるってやつ、ね、へえ、今日ここ置いとこうかな。え、待って待って、どういうこと、守って、これね、守って破って離れていくっていう、うん、これね千利休かなんかがなんかこう唱えただけ、まあ、茶道とか武道とかみたいな、うん、師弟関係の中のルールですよみたいな。でも守って破ってはちょっと本当にわからない。まずは、うん、例えばお前がアナウンサーになる、あ MC 結婚式の MC をするって言った時に、はい、別にやってってもうぶつけ本番でやってって言ってもできんことはないはずないんや、うんうんうん、でもそのブライダルというものの形式をちゃんと知らなくちゃいけないからって言ってお前は勉強しに行ったわけだろ、うんうん、はい、でいろいろ勉強したわけじゃん、うん、た時にこんなもんかって思ったのか、うん、うわ知らんことが多かったわって思ったのか、うん、どっちなん、うん、いっぱい勉強になるって思った、うん、じゃあまあこうやりましょうねみたいな話があっても、うん、いやでもこっちが絶対盛り上がると思うよみたいなっていうのもあるだろうなと思いました、うん、じゃああるだろうなとは思ったけども、うんうん、まずは一回こうやって先生から習ったんだから、うん、じゃあその通りにやってみようみたいな。お前はどういう感じでその勉強した後にブライダルの司会やったわけ。あでもそうですね、そういう習ったことをある程度は忠実に、忠実にっていうのも結婚式ってもういろんな形があるから難しいですけど、うん、まあそんなに遠く離れずな感じでやってると思います。でも最初からもう自分の型出してからこれでやるわとはない。いやもうそんな余裕はないです、うん、それがまあここで言う主のところだよね、うん、主っていうのは師匠の教えを守るっていうのはこれね、今のお前の分も主にはなってないわけや、うんうん、ちょっと
お前の感覚も入ったりとかしとるじゃん。そうじゃなくてもう自分の考えを全部ここへ一回置きます、あ、で、はい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 、師匠の言うことを全部スカッパコッと入れますみたいな、おお完璧にね、もう師匠が言う通りにやります、一度やってみる、うん、これが完璧な主、うん、で主というものを作ってある程度の型が身についてきて、はい、師匠となんか同じようなことをやるようになってきた、うんうんうん、っていうとずっとそれを主でやっとくと、うん、師匠コピーになってしまう、そうですね、だからそこに初めて自分の型みたいなものがちょっと、自分だったら今までは 1+1234 ってやるようなものを、はい、1324でもいいんじゃないかみたいな、うん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 、答えは一緒だけどやり方をちょっと変えてみる、はい、とかっていうのがここのちょっとそのルールを破ってみるという、はいはいはい、っていうことや、うん、ちゃんとした基本の型があるから、ある中でそれをちょっと自分なりにちょっとアレンジして、うん、アレンジレベルの話なんですね、この歯はね、歯はね、うん、で最後はもう自分流の自分流を作るわけ、はあ、はあははあ、もう師匠から離れて、そう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 、流派をもう一個新しいのを作ってみる、うん、っていうのが離れるという、だからワンツースリーのステップみたいなもんなんですね、まあまあステップやね、うんうん、だけどまあシュハリね、シュハリっていうとケーキ屋さんみたいなシュハリでね、感じてみるとケーキの感じ、うん、で見たらどう見てもの、うん、ちょっとパラリラパラリラみたいなだからこれがシュハリっていうやつなんや、うん、でね、だいたいね、まあわしがいろんなねことを教えたとしてもすぐアレンジするやつを思うんだよね、でアレンジするやつっていうのは花から自分の型というか自分のやり方みたいなのを持っとるわけ、うん、でも言わんや、その自分のやり方で今までやってきて映画にいかんかったけ勉強しに来たんだろって、うんうんうん、なのにもなんかかわらずなんで自分のやり方出すんやみたいな、うん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 、そうじゃなくてもう完璧に師匠の教えをきちっと守ってやりますみたいな、はい、だからね、言葉だけで師匠の教えを守りますとか言って言おうやつほどやらんけんね、うん、私過去にねもう数人しかおらんもん、ほんまにこの手張り完璧にこなしとるのは、へえ、あのね、まあ、完璧にこなしたのは、うん、うちの徳島に住んどる塾生さんの中に、うんうん、ね、子供7人おる、はい、西村博っていうのがおってね、うん、これが車の中古車とか新古車を売ったりとか、うん、あとは車検の販売をやっとって、はい、今は褒め立つ検定2級かなんか持って、褒め立つ、うん、褒め立つ分かるか、褒める達人協会っていうのがあって、で、まあ、こう何でも褒める、みたいな講師もやるようなんだけど、うん、まあ、彼がねセミナーコンテストっていうのに出るときに、うん、広島大会で優勝したんで全国で優勝したいと、うん、全国で優勝するためには僕は何が足りないでしょうかっていう系、うん、全部って言うから、なんかこうその広島大会で優勝したんだけど、それはたまたま他があんまおもろなかったけでみたいな、いや全然お前のおもろないでみたいな、うん、って言ったらもう教えてほしいみたいになって、うんうんうん、でわしもあんまり時間がなかったんや、でまあいろいろ岡山に出張行ってどこ行ってとかしようたんだけど、まあ岡山におる時も来たし大阪におる時も来たしって私の出張先まで来るわけよ、うん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 、でちょっとお時間ないですかみたいな、今まだホテルにおるけど言ったら、じゃあホテル行ってもいいですかって、ホテルに来て、ホテルの中でこういうプレゼンをしよう思うんだけどもって教えてくれって言って、いやもう言うとけどこことここ全然ダメだしって、こう全然ダメ、こうでもダメダメダメって、うんうん、でわしだったらこんな感じで喋るわみたいなんでブワーッと喋ったり、うんうん、そのプレゼントークみたいな、だからそれを全部なんかこう録音しとった、で、まあ、それを録音を聞きながら、まあ、わしの喋りに寄せてくるっていうのは分かるじゃん、うん、でもすごいなと思ったのは、うん、ブワーッとまたその後日もう一回聞いてくれとっていうけどパッと聞いたら全然トークが変わっとるわけよ、うんうんうん、こう自分のトークじゃなくて結構間があって笑いも取ってきたわけよ、おおもろいじゃんって言って、
いやでもダメなんですまだって言う。なんで言うたら、ここの間がちょっともうちょっと取らんとダメなんですよって言う。すごいですね。なんで言うたら、いや前に裕次郎さんが喋ってくれたの僕全部文字起こししてこうやってやったら、裕次郎さんここで 何秒ぐらい間開けとるんですよって言うわけ。今日それを聞いた時わしマジでやみたいな、でもこの間の違いでまだほんまにその受け方が違うわけ、はいはい、でもわしなんかは感覚でやっとるけ、うんうんうん、でもそれを全部文字起こし秒できたわけ、うん、で、まあ、結局やってそれで、まあ、全国大会出させたら、まあ、圧倒的な勝利で優勝したわけ。もう圧倒的だった。でも聞いてて違いました。あ、もうでもわしはもうそれはもうあの何回か聞いとるけど、うん、でもう完璧みたいなで、うん、もう笑いを取るところもこうドンじゃなくてもう一発上げて落とすとかっていう、まあ、そうなんも全部伝えとったけ、もう主よ今、うん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 、で主でもう取ったけ次は多少歯も入りながら、うん、で今やるような感じなんだけど、うん、いやなんかそれを見た時にいやここまで完璧な主をやられるとこっちも本気で教えたいなって思うよ、うん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 、でもそれをわしが教えて自分流を入れてアレンジで喋ってで優勝できんかったらそりゃ無理でしょって思うじゃん、うんうん、完コピされて出て勝てんかったらわしが勝てんかったみたいになるで。まあそりゃそうですよね、うん、だって俺だもん、うん、ね、うん、もうねその時にねもう会場中がもう相当の笑いの渦がすごかったんや、もうやる前からわしは絶対お前優勝するけって心配する、絶対優勝するって。まあでも私その種をやる方にもやっぱテクニックというかコツというか技術がいると思うんですよね。誰でも手をできるとも限らないと思う。いやこれね、あのテクニックとか用路から手ができんのよ。え、そのまんまって誰でもできます？覚悟ですから。覚悟、覚悟で手ができるんですか？できますから。もう、完璧に真似りゃいいんだけ。そうだろ、うん、顔も顔も、ね、森進一もなれるわけじゃない。だからね、もう完璧に本当にこの人の全てを守ろうと思うと、うんうん、ちっちゃい細かいとこまで見るようになるけ。そのうちそんな眼鏡かけそうそう、そんなとこまでの、うん、でやっぱりその全部撮ってきたのを全部文字起こししてここが何分喋っとるとかなんとかってできんだろ、うん、それできんのじゃなくて覚悟が決まってない、うん、わかる、うんうんうん、だからもうお前はずっと手張りじゃなくてもうこんなもなくてまあ、適当にやってきて今があるんや。いや、手張りだよ。どこがですか？いや、お前のどこが手張りなんかがよくわからんもん。いや勉強して学んで、うん、その授業中、まあ、そんな感じなんですよね皆さん。だから手張りっていうのは、本当に誰かから何かを教わろうと思うときには、はい、まず一回自分の考えを置いてみる、うん、でその人の考え方を全てダンとインストールしてその人に同じことをやってみる、うんね、だから最初はね違和感しかないやつよ、うんうん、それ自分の中にないことをやるんで、うん、でもそれが違和感なくできるようになってくると周りからなんか違うねとか言われるようになってくる、うんうんうんね、で違うねっていうのは悪くなったねじゃなくてすごい良くなったよねとかって言われだしたら、うん、それが主が入ったけど良くなった。だそこに向けて今度は自分のちょっとしたオリジナルもちょっと入れる、うんうんうん、分かる？この主張りっていうねこう三分割みたいだけど大事なのはこの守りという主が一番大事ですよということよ、うん、どこを主にするかも大切ですね。じゃ あでもそれはそうよ。そこが一番大切だなと思います。そう全然だからやっぱ見る目も大事よ。そうですよね。だからそこがいやなんでそこの主いっちゃったみたいな、あの人の主なんじゃこれ、そうそうそう、それは絶対無理じゃんって。ああ確かにね。ああ確かに。だからその人は裕次郎さんの主位って、まあ、正解だったからいいですけど、うんうんうん、っていう。さあまあそれはあるね、うん、うん、なんか私全て分かってますよみたいな言い方してからね何にも分かってんねくさねね、まあみたいな感じでこの手張りっていうのがねあるんですけども、はい、今日のテーマは、最短で成功する方法だろ、うん、最短で成功する方法 ね近道でっていうのはもうこれしかないんですよ。これしか、ね、初めて学びました。これでやらんのんだったら
時間はかかるけども成功はするかもしれんけども、うん、最短でって言うんだったらこれです、うんうんうん、でわしなんかどっちかというとあんまこっちやってないんや、うん、そうですよね、うん、あの学ぶのが嫌いだから、うん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 、我流我流我流だけ、そうですよね、漢字にするとガッガッガッガガ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 、ね、だから遠回りするんや、だからいっぱいするむくんや、だからいっぱい怪我するんや、じゃ怪我したい人はそれでいいですよね、うん、だけどね、まあ、どっちの方がいいんかっていうと臨機応変に対応できるのはガガガかもしれん、うん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 、あのまた同じことが来た時の臨機対応、してそうですよね、やるのはね、そう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 、この周波でいくとこの教え通りじゃないことが来た時に結局ガガで結局すりむきますよね、うん、だからまあどっちがいいかは分からんけども、うん、今日のテーマは最短でっていうね、そうですね、最短で行くんなら週8日、はい、ちゃんとした目標がペーンって決まってたらこれがいいかもしれないですね、はい、まあ今日はこんな感じでね、あの最短で行く方法ミッション伝えねえけんのにこれまだそうですよ、だいぶ言うたよ、だいぶ言うたよ、だけど、ね、だいぶ言うたけど今日のミッションをお伝えします、今日のミッションはこれだ、はい、これです、はい、それじゃあね今日は最短で成功する方法、はい、ね、一番成功への近道をするためにこれをやっときなさいっていうミッション言いますよ、うん、ミッションはシュハリ今日の大もうねミッションを本編の中でだいぶ語ってしまうんですよ、まあ、そうなんですよ、これ以上ミッションない、あでもねさっき言ったこいつが言ったのも大事なんだけど、この主を誰の主をするんですかっていうところね、うん、僕はすごく大事かもしれない、だからそこはちゃんと見極める力を持った方がいいね、はい、でみんながあの人がいいよって言う人がおっても自分と合わないことがあるわけ、ね、合わないことがある、うん、うん、だからやっぱり自分の目で見て、自分の目ですごくその人の本とか何とかいろんなものを読んで、わやっぱこの人いい、うんうんうん、自分はいいって思えるかどうか、はい、であとはその教える師匠がどれぐらいの辛酸舐めとるかっていうのは、どれぐらいの人生の経験値を積んどるのかっていうところをやっぱちゃんと見た方がいい、うんうんうん、成功しとってもその分同じぐらい失敗しとるんだったらいい、うんうんうん、でもずっと成功しかしてないような人のところに入ったら確実に失敗するけ、うん、絶対ないよ、難しいですね、じゃあそれは昨日とか一昨日だからプラスマイナスゼロで死ぬって言って、その人今まだプラスの成功だけじゃないかもしれないね、だからこれ師匠って言って入った途端にドーン落ちてから、共に落ちる、うん、だからちゃんとそれ見る目を養うことも大事よっていうことね、はい、じゃあ今日のミッションは見る目を養えになるから結局見る目をしっかり養ってからの手割り、ね、手割りなんやケーキ屋ではない、ケーキ屋はい、ということで今日はね手割りの大差をお伝えしました、はい、周りで手割りって言葉ケーキ屋かなと思ってる方がいたらぜひぜひ違うよと共有でね教えてあげてくださいね、はい、はい、ということで今日は以上です、またね。